洋服決まっても髪型が決まんなくて、最後もなんかもうどうでもいいやみたいなあったんですけど、それがなんかなくなって。めっちゃ綺麗です。お久しぶりでございます。お久しぶりです。お願いします。どうですか、でもあれから。すっごい楽です。もう来た時全然オーラが違う。もう溶かして、乾かして、なんかアイロンもほとんどしなくても。あ、本当ですか。そのまま行ってる。動画見られました。あ、まだ見てないですか。はい、そう、僕ね、間違えて音声を取れてなくて、うん、全部アフレコで喋ったんですよ。今回はやっと音声が取れる。で、今日はね、はい、メンテナンスということでカラーリングと前髪カットですね。はい、まあ、前回ね、鼻ができなかったんで、うん、染めましょうね。お願いします。はい、でもカラーね、しないでもこれぐらいサラサラになるから、うん、ちょっと何でもいけそうな気がしますよね。うん、みんなほら宿毛した後、うん、実際どうなのって思ってると思ったんですよ。すごいやっぱ不安な人が多いから、うん、で実際不安だったじゃないですか。カウンセリングも音声取れてないんですけど結構みんなも不安で、うん、なんかやったらチリチリになりそうとか、うん、シャキッとなりすぎてやだみたいなんだけど、うん、そんなことなかったよっていう話をしながら、うん、今日はカラーをしようかなみたいな。お願いします。明るさどうしたいですか。全然明るくていいんですけど、うん、この前あんまり明るくとツヤとの両立難しいよっておっしゃってたんで、ツヤが残るくらいがいいかなって感じです、うんうん、で今こうやって見るとハイライトが入ってるからどうしても動くんですけど、うん、ツヤが損なわれちゃうと思うんですよ、うん、個人的に進んだのは、はい、ここぐらいの明るさですね。毛先に合わせちゃうと明るすぎちゃって、はい、すごい抜けた時にやっぱりもっと明るくなっちゃうし、うん、夏場っても紫外線が抜けやすいんで、はい、中間ぐらいの明るさに合わせて根元を明るくしてあげると、うん、今のここに合うからちょうどいいのかなっていうのはちょっとしてます。そんな感じでいきましょう。はい、でもちょっとまた足っぽいのがいいんですよね、多分ね。好きなのは足っぽいやつで、ね、うん、でもいいと思いますよ。あんまりだから茶色茶色しない方がいいですよね。あ、そうです、そうですよね、うん、なんかオランウータみたいなやつも。あー、ベージュでね、なんか髪キン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 みたいな。今日じゃあオランウータンにならないようにしますね。お願いします。お白髪もあるから、うん、白髪それちょっと混ぜつつ、うん、染めていきましょう。お願いします。じゃあ塗りますよ。お願いします。調合していきましたね。ありがとうございます。最初のイメージと絶対違ったと思うんですよね。怖いイメージじゃないですよね、もうね。そうですね、絶対それ変わったと思って。うん、パーマって結構みんなよくやるじゃないですか。はいはい、パーマは結構緩くて取れていくイメージで、はいはい、矯正はガシンみたいなイメージがあったんですよ。漢字4文字が悪いですよね、宿毛矯正っていう字がね、うん、どういうイメージに変わったんですか。矯正っていうより逆にトロンって触っても癖があるから、うん、前へこやるとデコボコってなるじゃないですか、はい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 、それが表面触るとツルってしてる、うん、それがすごい嬉しくって。なんか別になんか僕が特別超うまいっていうのもあるけど、うん、どの美容師も宿毛うまい人だったら絶対できるから、別に僕のとこ恋とかじゃないんですよ。そういうことじゃなくて、なんかもっと悩んでる人を解決する手段があることを伝えたくて、普段のイメチェン企画ってすごいビフォーアフターをねしっかりやるんですけど、うん、今回はこの思いを伝えたすぎて、ぶっちゃけもう綺麗になった後だから体の変化なんてそんなにすごい変わんないんですけど、いや伝えてーと思って。確かにやっぱり楽っていうのと陰気じゃなさがすごい、 そうですね、それが一番大きい。梅雨時期の時にね、出かける時も髪の毛どうしようっていうのが憂鬱じゃないですか、うん、はいはい、どこまでできるかなみたいな。そうですよね、それがないだけで全然違います。っていうことで、やっぱりじゃないですか。嬉しいですよ、そう言っていただけると。本当に洋服決まっても髪型が決まんなくて、最後もなんかもうどうでもいいやみたいなあったんですけど、それがなんかなくなって、なんか自分がどうしていいかもわかんないと思うので、宿毛しようっていう選択肢出ないと思うんですけど、まあ、癖があるなーって思ってて、癖が落ち着かせたいなーって思ったら考えてみてもいいかもしれないですね。みんながみんな絶対やった方がいいものではないと思うんで、美容師さんに相談してほしいですね。でもね、アイロンかける時間とかね、考えたら絶対やった方がいいなって思います。そう、人によるんでなくちゃうね。失敗された人の話を聞くからみんな難しいと思うんですよ。人間って失敗とかネガティブな情報だけ覚えちゃうんですよ、どうしよう。だから宿毛矯正してチリチリになったっていう話とかは覚えちゃうけど、良くなった話ってそんなにしないじゃないですか。どうしてもネガティブな情報だけがみんなに刷り込まれていってしまって、こうやって綺麗になってる人の話を届けたいっていう熱量です。なんか慣れでした。やった日とか前は本当にピンダメダメとかなんかダメがすごい多くて、結構その日の 2,3 日間が気が重かったんですけど、うん、それもなかったから、うん、それもすごい良かったです。
そうですね。それで後がついちゃうぐらい強い薬を使ってた時代が昔美容業界にあったんですよ。その名残だと思います。面白い。まあ、やんないに越したことはないんだから、鳥居の真ん中の分類的なイメージです。今日おやすみなさい。今日会社からやってました。そうなんですね、はい、何系の仕事？IT 系なんです、ね、うん。会社とかどうでした？私も髪を切ってみました。ああ、よかった。綺麗になってる、矯正いいよって言って。よろしみよりつきますか。いや、坊主だったんでね、坊主で髪を切って、うわ、この仕事すごいと思って始めてるんで、うん、結構ね、こういうの好きなんですよ。うわ、めっちゃ良くなったみたいなのあるじゃないですか。このためにやってるっていうか。そちらこそありがとうございました。カップでも宿坊でもパーマでも何でもいいですけど、このメニューに対するイメージ変わったとか、こういうことすれば良くなりそうって思ってもらえることが目指してる。だからイケチェンチャンネル。ちょっと思ったんですけど、はい、一生懸命アイロンやるのってめっちゃすごい努力して、うんうん、化粧のテクニック上げて変えるじゃないですか、うんうん、でも矯正とかパッてやって変わるのって多分なんか整形みたいな変わり方なのかなって思いました。すごい日々の努力が一回それやったら変わるみたいな。すごいそれぐらいの変化はありますよね。ありますね。毎日の努力の上に成り立ってるんですね。家でしてなくてっていう状態でやるよりはやっぱりちょっと意識を持ってやろうかなって思えないと、やってもなんかその変化意外と気づかなかったりとかする人もいるかなって気がするんで、考える行動作業です。これで染まったら流しますね。はい、お待ちください。ありがとうございます、はい、どうですか、色ツヤ出ましたよ。出ました。色ムラがなくなりましたね。うん、結構思ったなと思うけど、そうでもないんですよ。そうなんですよ。しかもなんならこれ下黒いクロスだから、そうしたらもっと抜け込んでますよ。前髪いきましょう。お願いします。でもいい感じに横伸びてきましたね。育てます。育てましょう。はい、2年前に調整したのすごい正解だった気がします。いやめっちゃ正解ですよ。はい、みんなだからやりますもん。あー、そうなんです。毎日やってます。 4,5 人やってるかも。やってみましょうか。はい、やっ、ほら、うん、結構透け感出ません？ほら、確かにちょっと足系に見えます。ちょっと足入ってますね。あ、そうなんですか。そうですよ。あ、やった。今日ちょっとせっかくなんで外羽にしましょうか。はい。スタートオイル。はい。移るときに2個を持って。はい。で、はい。戻して、戻そう。はい。全然違いません。違う。めっちゃ綺麗してる。色もお見せしましょう。綺麗に染まってます。ツヤツヤですよ。まあ、今日はねメンテナンス寄りだったんでカットは前髪だけなんですけど、切ると違いますね。やっぱね、だいぶ綺麗に出てくれます。ありがとうございました。ありがとうございました。雨がね絶妙に降ってますね。でお気をつけて。はい、はい、ありがとうございました。はい、ということで皆さんチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。ですね、今日やった宿毛とか特に他のね、うちの系列のお店できますんで、めちゃめちゃ綺麗になりますので、ぜひね、見てほしい癖毛の人、ぜひお悩み解決しましょう。ではまた。